手ごわそうなモンスターだな。ああ、こりゃなかなか骨が折れそうだぜ。みんな、準備できてる？はい、バッチリですよ。あたしもいつでも行けるよ。よし、あいつを倒して先に進むわよ。戦っただけじゃ倒せないのか。あ、もしかしたらさっきゲットしたブリュー幕の軌跡ってここで使うんじゃない？キリト君、試してみて。よし。お、モンスターが消えたな。今度こそ倒したんだね。行き当たりばったりだったけど、とりあえず戦ってみて正解だったな。パパ、このボスを倒したのはパパたちが最初ですよ。そうか、よし、今回もシャムロックより先行してクエスト攻略できたぞ。うん、やったね、キリト君。ああ、でもこれってさ、あのセブンちゃんと敵対してるってことになるんだよね。ま、そうだな。でも俺は手加減しないぞ。キーボー燃えてるな。なあ、行くぞ。何？この先に進むとボスがいる。このままボスに挑戦しよう。そう来なくちゃ、絶対勝つわよ。このボスは手ごわそうです。強敵なので気をつけて。これで決めてやる。てい、しまった。てい、慎重に行く。今がチャンスです。はい、はい、これで決める。はい、はい、これで決めてやる。ま、こんなものか。大したことないわ。絶好調だよ。やりましたね、お見事です。よっしゃ、クエストクリアだぜ。このボスを倒したのはパパたちが最初ですよ。やったね、キリト。レインの情報は相変わらず的確ですごいな。このクエストを攻略できてるのはまだほんのわずかみたいだ。うん、そうみたいだね。でもレイン、どうやってこんな情報を入手してるの？それは企業秘密？スメラギ、お前たちには悪いけど先に攻略させてもらったよ。ところでそこの貴様、最近注目のトレジャーハンター、確かフィリアとか言ったな。俺たちの動向を把握していたのか。何のこと？まあいいだろう。それも戦略の一つ。シャムロックが提唱するものは種族が異なるプレイヤー同士の共存だ。競争に勝った負けた程度で俺たちから波風を立てるようなことはすべきではない。それが
セブンの望み。あんた、なかなかいいこと言うじゃないか。そういう考え方、俺は好きだよ。貴様に好かれてどうする。あの時街で会った男だな。慣れ慣れしくもセブンと親しげに会話をしていたからよく覚えているぞ。スプリガン。確か名前は…キリトだ。キリトだと。なるほどな。お前だったの。数ヶ月前から圧倒的な速度で ALO 攻略を進めているパーティーがあると聞いた。そのリーダーの名がキリト。俺たちはギルドでもない、ただの仲良しパーティーさ。まあでも、あんたたちシャムロックにしてみれば、俺たちはライバルってやつなんだな。ライバルか。いいだろ、その言葉宣戦布告として受け取ってやる。なんならここで戦ってみてもいいんだぜ。面白いやつだ。またお前とは相まみえることになるだろう。その時は相手をしてやる。そうか、楽しみにしてるぜ。あれ、キリト、あのセブンと会ったことあるの？あ、いや。早速バレたんだな、キリト。バレちゃいました。なんでお前独り占めしてんだよ、セブンちゃんとのつながりをよ。俺さ、七色博士の提唱する考え方とかに興味があったんだよ。あの子が提唱するネットワークにおける社会性ってやつをさ、一度面と向かって深く聞いてみたい、そう思ってたんだ。それにあんな小さな子が自分の研究のために妙に大人ぶって必死になってさ、なんだかかわいそうになってきたというか、放っておけないというか。でも最近本当によくセブンさんのファンの方々を見かけます。ファンというか、追っかけって言うんでしょ、ああいうの。特に攻略に参加するわけでもなく、まったくあいつら何しに来てるのかしら。まあでもスバルトエリアの難易度の高さはもうプレイヤーの間でも周知の事実だし、熱心に攻略してるのは私たちと上位ギルド数チームだけ。じゃあ今この新エリアにいる大勢の人たちって、あの子の追っかけ、クラスタってことね。そうなのか、残念だな。みんなはもっとゲームを楽しめばいいのに。まあさて、シャムロックよりも先にこの新エリアを踏破しようぜ。あ、いつの間にか奥の扉が開いてるよ。ほんとだ、行ってみよう。このレバーってなんだろう。ねえ、ここ何か書かれてるわ。これって風の魔法装置の時に書かれていた文字と同じじゃない？確かにそうね、古代文字。ということはこのレバーは気流装置に関係するのかしら。試しに操作してみればいいんじゃない。えい！おい、ストレア！わあ！この音何ですか？おい、宝箱が出現したぞ。気流装置じゃないのか。早く攻略してしまいましょう。また箱が出てきた。中に何か入ってるよ。取り出してみるか。あっちゅー！ダメだ、熱すぎて出せねえ。大丈夫、箱から出さない方が良さそうだね。ねえねえ、これどこで使うんだろうね。熱が関係する場所なのかな。そんなのあったっけ。フィールドにまだ探索してない場所があるんじゃない。見落としている可能性はあるな。調べてみようぜ。なんだこりゃ、滝が凍ってるぞ。カチカチに凍ってて、攻撃したとしてもビクト
ともしない感じね。うん、さっき見つけたアイテム、あれを試してみてもいいかな。試してみる価値はありそうだな。どうだ？なるほど、試してみるか。クライン、よっしゃ、この熱いのを投げ込んでみるぜ。それじゃあ行くぞ。はい、滝がものすごい勢いで溶けてるよ。やっぱり滝を溶かすためのアイテムだったんだね。見て、滝の裏に遺跡があるよ。ああ、行ってみるか。近づいてくるぞ。もしかしてスメラギたちが追いついてきているらしい。スメラギ、スプリガンのキリト、なかなかやるようだな、貴様。また会えたな。この前約束したデュエルをしようぜ。キリト君、今はダンジョン攻略中だぞ。今はどちらが先にこのダンジョンを攻略できるか、それが勝負だ。だけどさ、目の前に強いプレイヤーがいるんだぜ。戦いたくなるのは当然じゃないか。わからんやつだ。そんなに戦いたいのなら。これで決めてやるぞ。見せ、それ、シャーッ、これで決めてやる。これで決めてやる。テイッ、これで決めてやる。ハッ、なかなか腕が立つようだな。まだ決着は。その実力と気概は認めてやる。だが今はダンジョン攻略が優先だ。我々は組織で動いているからな。だけどさっきも言ったが、ダンジョン攻略で我々と勝負すればいいだろう。キリタ君、お前はレイン、嘘つきレインじゃないか。え？あ、ははは、いや、参ったな。どういうことだ。レインはシャムロックの奴らと知り合いなのか。それに嘘つきって。なるほどな、お前がこいつらを手引きしていたということか。どういうことだレイン。少し前、彼女は嘘をついてメンバーを騙しシャムロックに加入した。しかし嘘が発覚しギルドを追い出された。だがギルド脱退後も登録解除までのタイムラグを利用して情報を得ていたというわけだ。いやいや、バレちゃ仕方ないね。レイン、ごめんね。キリト君、攻略合戦に水を差しちゃってさ。まあ姑息ではあるが、これも攻略手段の一つ。潜り込まれた俺たちに落ち度があったのも事実だろう。言いたいことは分かった。俺たちは一旦この場を引くことにする。だからレインに関しては見逃してもらえないか。見逃すも何もない。さっきから俺はこういうやり方もありだと認めている。だが貴様が勝負を投げるのなら仕方ない。これで俺たちがまた一つ新エリアの踏破に近づくというだけだ。さあ、用が終わったなら早く去れ。さあレイン、一緒に行こう。一度町に帰ろう。
みんな、今話した通りだ。彼女にたとえどんな意図があったとしても、俺はレインを責めるつもりはない。だからみんなも許してやってくれないか。私は納得できないわ。シノ、いくら相手が許してくれたとしても、そこまでした理由は何だったのか知る必要があるでしょう。まずそれを教えなさいよ。それは、待ってくれシノ。せっかくあの世界から抜け出せて、こうしてみんなで仲良く、今度こそ本当に楽しくゲームが遊べるって思ってたのに、私は変なしこりを抱えたままプレイはしたくないわ。ごめんなさい。私が悪かったの。もう私、みんなの周りをうろちょろしないから。だからこれ以上お友達同士で喧嘩をするのはごめん。私はレイン、ちょっと席を外してくれないか。うん。みんな気を悪くさせちゃったな。俺からも謝るよ。でも俺はレインを信じる。あいつには何か事情があるんだ。別にシノンさんに賛同するわけじゃねえけどよ、どんな事情があったとしてもギルドの内部情報を勝手に使うのはモラルに欠けるんじゃねえか。確かにレインが嘘をついてシャムロックに入ろうとしたのは事実みたいだけど、俺は当時のギルド登録データを使って内部情報を入手していたというのは何かの勘違いで、実は違うんじゃないかと思ってる。え？はい、私もそう思います。ギルド脱退後は登録情報も強制消去され、シャムロックの動向の入手は不可能です。それなのにレインは否定しなかった。きっとお面をかぶってでも何かを隠し通したかったに違いないんだ。じゃあどうしてシャムロックの情報を？そもそもあの子が隠してることって一体何なの？それはわからない。でもあいつにとってはすごく大切な何かで。みんな冷静になりましょう。私たちはあの SAO 事件を乗り越えてきたのよ。それに比べればこんな問題大したことないでしょ。まあそうかもな。もうちょっと冷静になれってことだな。俺たちは純粋にゲームを楽しんでんだ。シノ、そんな顔しないでよキリト。私はこの世界で楽しく遊びたかったから、それが壊されるんじゃないかって少し不安に思っただけ。みんなありがとう。レインのことは少し俺に任せてくれ。きっとあいつには何か目的があるんだ。わかった、キリト君に任せるよ。私たちは今まで通りスバルトエリアの攻略を進めよう。そうね。